トマス・マッキーインはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。アメリカ独立戦争において大陸軍の指揮官を務め、デラウェア国の代表として大陸会議に参加した。アメリカ独立宣言及び連合規約に対しては、デラウェア国の代表として署名を行い、連合規約下の連合会議では第二代議長も務めた。デラウェア国知事。 ペンシルベニア国最高裁判所長官、ペンシルベニア州知事を歴任し、連邦党、民主共和党、そして無所属の政治家として政治活動を行った。1734年3月19日、マッキーインはペンシルベニア植民地において、ウィリアム・マッキーインとレティシア・フィニーの息子として誕生した。両親は共に幼少時代にアイルランドからペンシルベニアへと移住した。 アルスター・スコッツであり、父親のウィリアムは、ニューロンドンで酒場を経営していた。トマス・マッキーインは1763年に、メアリー・ボーデンと結婚し、ジョセフ、ロバート、エディザベス、レティシア、メアリー、アンの6子を設け、デラウェア植民地、ニューキャッスルのストランド街22番地で暮らした。妻のメアリーは1773年に死去し、 ニューキャッスルのイマニュエル製公開墓地に埋葬された。マッキーインは1774年にサラ・アーミテージと再婚し、ペンシルベニア植民地フィラデルフィアのパイン通り沿いに家を建てた。サラとの間にはサラ、トマス、ソフィア、マリアの4個を設けた。マッキーインの子供はすべてニューキャッスル長老派協会に所属し、最初のフィラデルフィア長老派協会の協会員となった。 サラの息子のカルロス・フェルナンド・デ・イルホは1847年にスペインの首相となった。マッキーインはニューロンドン学園においてフランシス・アリソン牧師から教育を受けた。マッキーインは16歳の時にデラウェア植民地のニューキャッスルへ移り、いとこのデイビッド・フィニーの下で法律を学んだ。1755年、マッキーインはデラウェア植民地から弁護士として認可を受け、 翌1756年には、ペンシルベニア植民地でも弁護士の認可を受けた。1756年、マッキーインは、デラウェア植民地のサセックス軍において、法務副長官に指名された。1762年から1775年までは、デラウェア植民地議会の議員を務め、1772年には、議長も務めた。1765年7月からは、 民事訴訟裁判所の判事も務め、1771年にはニューキャッスルの税官庁も始めた。18世紀のデラベアは政治的に王党派と独立派の2つの勢力に分かれていた。大部分は王党派であり、特にケント軍とサセックス軍でその勢力が強かった。植民地議会でも多数派を占めており、イギリス政府との和解を支持していた。一方、 少数派の独立派は、ニューキャッスル軍に住むワルスター・スコッツが中心であり、イギリスからの下級的速やかな独立を主張していた。マッキーインは、典型的な独立派の政治家であり、その運動を主導した、イギリスの収入因子1765年、ニューヨーク市で開催された、因子法会議において、マッキーインは、シーザー・ロドニーと共に、デラウェア植民地代表として出席した。 マッキー委ンは、その会議の投票手続きについて、各植民地が、その大きさに関かかわらず等しく一票を投じる方法を、提案し、採用された。この投票方法は、後の連合契約下の会議や、合衆国憲法下の上院議会でも、各州平等の原則に基づいて採用された。マッキー委ンは、間もなく、インシ法会議において、最も有力な代表の一人となった。 マッキーインは、イギリス議会への陳情書を執筆する委員を任され、またジョン・ラトリッチ、フィリップ・リビングストンと共に、議事録の改定を担当した。因子法会議は、因子法に反対する共同の決議を採択した。だが会議の最終日、すべての日程が完了したとき、議長のティモシー・ラグルズら数人の慎重派の代表は、陳情書への署名を拒否した。最初に、 ラグルズが拒否の意思を示したとき、ラグルズは、主の良心に反すると述べた。マッキーインは、ラグルズが、良心という言葉を使ったことに対して、怒号を交えて批判した。マッキーインは、ラグルズに対して、会議の面前での決闘を申し込み、ラグルズはこれを受諾した。しかしながらラグルズは、翌朝の夜明け前に、ニューヨークを立ち去り、決闘がなされることはなかった。 独立宣言の草案発表を描いた絵画。右から2番目に、マッキーインが描かれている。1774年、マッキーインはフィラデルフィアに第二の家を建てたが、引き続き、デラウェアでアメリカの独立を先導する指導者として活動した。マッキーインは、ジョージ・リード、シーザー・ロドニーと共に、デラウェア植民地の代表として第一次大陸会議、及び、 第二次大陸会議に参加した。マッキーインは、ブレることなく、独立を主張し、独立宣言を支持するよう説得に回った。ジョージ・リードが独立に反対したとき、その説得に当たったのはマッキーインであった。また不在だったシーザー・ロドニーを、デラウェアのドーバーから一番かけて、フィラデルフィアに呼び戻し、独立への支持を取り付けた。 マッキーインが独立を支持する票を投じてから数日後、マッキーインはニューヨークの防衛に当たっていたジョージ・ワシントンを支援するため大陸会議を離れ、フィラデルフィア第四大隊の大佐としてニュージャージ植民地のパースアンボイに向かった。その後1776年7月2日に独立宣言は採択され、同年8月2日までにほとんどの代表者が署名を行った。 だが1777年1月17日に作成された複製にはマッキーンの署名がなかったためマッキーンの署名はその後に書き加えられたものと推測されている。マッキーンらはアメリカ独立の立場を継続していたが保守的な第一回でエラウェア国議会は1776年10月の連合会議にマッキーンとシーザー・ロドニーの再選をしなかった。 だが、マッキーンは、翌1777年10月の第二回、デラベア国議会によって大議員に選任され、1783年2月1日まで代表を務めた。マッキーンは、連合規約の基礎を支援し、1781年3月1日に、同案の採択に指示票を投じた。連合会議の初代議長、 サミュエル・ハンティントンが健康的理由により辞職すると、第2代連合会議議長にマッキーンが選出され、1781年7月10日から1781年11月4日まで議長を務めた。マッキーンは連合会議議長として一員制の連合会議を統括し、当時のアメリカにおける最高行政府を管理した。またマッキーンは公文書において、 プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツの肩書きが適用された最初の人物となった。だがこの役職には、後の合衆国憲法下の大統領職に匹敵する行政権は与えられていなかった。マッキーンの任期中、イギリス陸軍はヨークタウンで投降した。デラウェアク日時時代のマッキーン・マッキーンは、イギリス政府からの分離、独立を宣言するため、 デラウェア植民地議会で奔走した。そしてデラウェア植民地は1776年6月15日にイギリスからの独立を決議し、マッキーインは同年8月に新たな州憲法を制定するための特別協議会の代表に選出された。マッキーインはペンシルベニアのフィラデルフィアからデラウェアのドーバーまでの長い道のりを一日で移動し、 宿屋において一人で草案を書き上げた。この草案は1776年9月2日にデラベア国議会で採択され、この憲法は独立宣言後に起草された最初の国憲法となった。その後、マッキー委員はデラベア国会議会の最初の大議員として選出され、1776年と1778年の議会に参加した。 1777年2月12日に議長のジョン・マッキンリーがデラウェア国知事となり、マッキーンはその公認として議長に就任した。だが、間もなくマッキンリー国知事が逮捕、拘束されたため、議長のマッキーンが1777年9月22日から10月20日までの約1ヶ月間、知事代行として職務を取り行った。マッキーンは、 知事代行として、正式な公認の知事の決定にあたり、フィラデルフィアでの連合会議に出席していた、ジョージリードを指名し、呼び戻した。この時期、デラウェアは大規模な混乱に覆われていた。イギリス陸軍は、フィラデルフィア、ミルミントン、そして、ニューキャッスル軍の北部を占領し、また、イギリス海軍は、デラウェア側から、デラウェアまでを支配下に置いていた。そのため、 議会が開かれていたニューキャッスルは危険な状態となり、サセックス軍の中心都市ルイスは応答派によって分裂した。知事代行のマッキーインは民兵の追加募集を行い、事態の鎮静化に当たった。ペンシルベニア国最高裁判所長官時代のマッキーン・マッキーンは1777年7月28日にペンシルベニア国の最高裁判所長官として着任し、 1799年まで20年以上にわたって職務を遂行した。マッキーインはペンシルベニア国独立後の最高裁判所長官として多くの裁判制度の基礎を定めた。作家のジョン・コールマンはマッキーインの伝記を執筆するにあたり以下のように述べている。マッキーインはペンシルベニア国の代表としてアメリカ合衆国憲法を批准した。 1789年間のペンシルベニア州憲法制定会議において行政府が強い権限を持つことを指示した。この当時、マッキーインは連邦党に所属していたが、連邦党の国内政策やイギリスとの妥協に対して不満を示し、1796年に民主共和党へと移った。1799年12月17日、 マッキーインはペンシルベニア州知事に選出され、1808年12月20日まで3期連続で知事を務めた。1799年の選挙では、連邦党の指名候補者、ジェームズ・ロスを得票率54%対46%で破り、続く1802年の選挙でも、ジェームズ・ロスを得票率83%対17%の 圧倒的大差で破った。マッキーインは、州政府執行部から連邦党員を徹底的に排除し、後に両官制度の父と称された。だが1805年の参戦を目指した選挙では所属する民主共和党と対立し、部所属として選挙に出馬した。民主共和党は、マッキーインの対立候補としてサイモン・スナイダーを擁立し、これに対抗した。 マッキーインはクイドと呼ばれる連邦党員の支持を取り付け、スナイダーを得票率53%対47%で下した。その後、マッキーインは州政府から民主共和党員の排除を行った。マッキーインによる強い行政府、あるいは強い司法権に対する信奉は、地元の大手新聞社オーロラのウィリアム・デュアンや、 フィラデルフィアの人民派の博士マイケル・レイブによって強い非難を受けた。ウィリアム・デュアンらがマッキーン知事の弾劾を要求する抗議活動を先導したが、マッキーインは1805年にデュアンに対する名誉毀損訴訟を起こした。ペンシルベニア州会は1807年にマッキーイン知事の弾劾を決議した。マッキーンが知事を辞任し、またべての訴訟が解決したとき、 マッキーンの息子ジョセフはデュアンの弁護士がマッキーンはペンシルベニアの人民を田舎者と罵倒したと述べたことに対して非難をした。知事を辞任後、マッキーンはべての人民に対する無償教育の拡張などを主張した。また1812年に起こった米英戦争では80歳にしてフィラデルフィアの市民団体を先導し都市の防衛に当たった。 マッキーインは政治問題について議論し、また投資や不動産を通じて獲得した財産をもとにフィラデルフィアで隠居生活を送った。1817年6月24日、マッキーインはペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて死去した。マッキーインはフィラデルフィア長老派協会墓地に埋葬された最初の人物となった。1843年、マッキーインの遺体は フィラデルフィアのローレルヒル墓地に移された。マッキーインの死後、その功績を称えて、フィラデルフィアのマッキーン通りや、ペンシルベニア州のマッキーイングにその名が付けられた。マッキーインは6フィートを超える長身であり、常に大きな三角帽子をかぶり、金の素敵なステッキを持ち歩いていた。また木は短く、活発な性格であった。顔の作りはのっぺりとしており、鷹のような鼻と、 情熱的な目をしていた。マッキーインは、気高く、容量が悪いために、周りの人から反感を買っていた人物として知られて、いたが、冷静で、誇り高く、虚栄心が強かった人物としても知られていた。ジョン・アダムズは、マッキーインについて、大陸会議を最も上手に集結させるために、私の前に現れた、三人のうちの一人と評した。マッキーンの公職は次の通り、 ありがとうございます。